続いて、これはもうコメント欄の皆さんわーっと書いてください。ゆり芝居さんから、大人になってからの方が怖いもの四天王、夜道、虫、雷、あと一つは。いやー確かに四天王というにはふさわしいね。夜道怖い、虫とかもそのでかくて怖いとかじゃなくて金がとか、雷も電気系統とか帰り道がとかがあるから、それともう一つこれに並ぶ、これ難しい。大人になってから怖いじゃないんですよね。税金とかそういうことじゃないですよね。社会とかそうじゃない。子供の頃も嫌だったけどっていう。このままだと暫定王者モナリザですからね。大人になってから改めて見たらモナリザ超怖え。知らない人からの電話、別に知らない人からの電話怖くはなかったもんな、子供の頃。ここなんですよ。あーでも絶叫マシーンはちょっとあるかもしれませんね。大人になってからの方が、なんかこの安全バーちょっと上下にカクカクならないとか、スペースマウンテンとか大人になってからの方が不安でいっぱいだもんね。チラッとコメント見たらいいのありました。読書感想文。四天王には入らないけど、影の実力者だね。うわー、書きたくない読書感想文、マジで今。これ、ちょっと皆さんでいい答え探してください。